こんにちは。ありますが、その前にぜひ皆様同士の交流といいますか、まあ、クラブのスタッフであったりとかデザイナーの皆様も入っていただいてたんですけど、まあ、ソシオプロジェクトメンバー交流してですね、少しこう話しやすい雰囲気も作りながらこの後のミーティングに入っていければと思っています。でこの後実施するのが、ウォーキングサッカーといって、もう走らないサッカーになります。なので皆さんお願いします。では始めましょう。どうぞ。どうです。はい、こう実はこうやってるからね、声がしたから。面白かったです。でも全然できなかった。めちゃくちゃしちゃった。全然ルールダメ。走れないのが意外と難しくて、結構難しかった。ちゃんとサッカーですね。すごく楽しかったです。盛り上がりましたね。彼と同じチームでやってたんですけども、はい、彼のおかげですごくやりやすかったです。それがようやくここに結実し始まるなっていう気はしますね。エンブレム作るんだっていきなりどんな形にしようじゃなくて、込める思いというか、うん、だからそれを身につけた時に、それを見た時に何を思い出すかとか、うん、どんな気持ちを持ってこのエンブレムに触るかとか、だからこう実際のこうファンサポーターがこう集まって、ね、熱い思いで来るっていうことは、多分それで選手たちがこう来年度以降こう胸につけてゴール決めたっていうのを想像すると、相当やりがいもあるし、多分そういうところの始まりが例えば今日だったりとかするので、確かにゴール決めた時にここをパッてやったりキスしたりするのを見たら泣いちゃうかもしれません。私自身はJリーグ創設時からずっとJリーグを見てきて、名古屋グランパス一筋で見てきたんですね。これからも生活していくクラブの第2幕ともなるこの節目で、ただのサポーターではなくて、一緒にクラブと新しいことを進めていける、それが楽しみで入っています。ファン歴5年です。で5年経つとひいきにしてた選手がどんどんこういなくなっちゃう、そういった推しの選手のいなくなる寂しさを最近感じるようになりました。グランパスに対して箱推しのタイミングじゃないかなと自分の中で思ってます。でそのきっかけとなるそのエンブレム、刷新のプロジェクトに入ることで、こう新しいグランパスとの付き合い方が見えたらという形で参加させてもらいました。皆様改めましてこんにちは。どうも。ジャパングランパスマーケティングの小野と申します。今日は、第1回目ということですね。リアンがこういう場でお集まりいただきました。先ほどウォーキングサッカーも、たくさんの方ご参加いただきました。ありがとうございます。ここからが本番なんでぜひいい会にしていければなと思っております。よろしくお願いいたします。改めて、前回もですね、現でも少しお話しさせていただきましたが、このソシオプロジェクト、考えるきっかけっていうのがですね、やはりこの昨年30周年グランパスとして迎えまして、このグランパスを振り返ったときに、やはり皆さんと一緒に積み上げてきたもの、それはしっかり引き継いでいきたいという思いがあるんですけども、次の30年、次のグランパスを考えたときに、やはり新しくこう変化していかなきゃいけない、変えていかなきゃいけないものというのもあるというふうに考えております。でグランパスとしては、魅力的にクラブでは続けると、皆さんにより誇りに思っていただけるような、クラブにしていきたいという思いがあってですね、やはりその中で、この30年の中でいろいろとこう環境の変化もありました。本当に、今日3月11日ですけど、大きな災害もこの30年間の間にたくさんありましたし、
まあ、特にここ3年は、まあ、コロナというところでですね、その中で、まあ、スポーツ、まあ、サッカーというものの、まあ、価値観というのも、まあ、非常に変わってきている部分があると思っています。でこのエンブレムについてはですね、もちろんあの我々スタッフもですね、まあ、愛着ありますし、まあ、それは皆さんも一緒だと思うんですけども、やはりその皆さんと一緒に、新しく作っていくその価値観だとか大切にしていきたいもの、まあ、それを象徴するようなエンブレムをですね、作っていきたいと、まあ、そういう思いで、今回このプロジェクトを、始めさせていただきました。まあ、いろいろな方のご意見だとかの思いを、対話してですね、まあ、その中で、グランパスとしての、価値観、大切にしていきたいものを皆さんと一緒に作り上げていきたいというふうに思っております。でグランパスとしても本当にこういう形でですね、皆さんと対応していくというのは本当に初めての試みで、まあ、ちょっと我々も試行錯誤しながらというところもあるんですけども、ぜひいいプロジェクトにしてですね、まあ、今回このプロジェクト第1弾はこのエンブレムになっていくんですけども、次第2弾第3弾という形でまた皆さんと一緒に対話を重ねながらですね、新しいグランパスを作っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。で今日は一旦そのエンブレムっていうところの前に今までの30年があった、じゃあ次の30年後のグランパスみんなどうしたいっていうような、この問いをみんなで話し合いながら進めていきたいなと思います。それぞれが多分思っているグランパスのこうなってたいなっていったところを一回場に出してみて、ちょっと形を作っていくっていったところに一旦集中してやっていきます。ということで改めまして、今日の目的は30年後のグランパスなんて見るのを見られるところで、今イントロダクションやらせていただいてます。でさっき戸村さんが対話ってあったんですけど、いや話し合いでしょと、だとちょっと前半対話の練習少しさせていただいて、で中盤ですね、ステップ2のところは自由に一旦じゃあグランパスこうなってたいねって一回言っておける。最後はグランパス未来を何個かの形にちょっと、まあ、未来のグランパスこうなってないよねっていうのをちょっと紙が置いてありますけど、まあそういったところに表現していって、みんなで形を作っていく、そんな進め方でいければと思います。まず進め方なんですけれど、これからはですね、話す人と聞く人分けてお題いきますよ。10年前想像していなかったけど今起きていることって何ですか。10年前だって2013年ですね。皆さん10歳若返ってください。ラッキー。学生の皆さんだったらめっちゃ小さくて記憶なかったのは曖昧な感じで。で、ご自身のことでもいいですし、世の中のことでもいいですよ。さっきの話だとコロナだったんで、まさかこんな何年、まさかみんなマスクつけてるなんて思ってもなかった。じゃあ、お時間ちょっと短いので、短いですよ。90秒ぐらいしか取りしませんので、思ったことをお話しいただければと思います。はい、じゃあ。今ってもYouTubeで、例えばインスタですぐ選手ともつながれる時代で、なんかそんなことを全然思ってもなくて、テレワークなんて会社は絶対ダメダメって言ってたのが、あコロナの影響でなんか急にコロッと出てきてたので、出張も最近行かなくてもなくなったので、あとがオンラインで全部できちゃうから、それも手伝いがストリーミングで映画を見れるっていうのは全然違うので想像してなかった。今やっと自分でもこうやって声出して応援できるように本当に嬉しいし、毎回試合あとはもう喉ガラガラになるぐらい喋れなくなるぐらいの感じで応援して、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと皆さんお話ししてみて、いや結構この10年すごい変化感じたなって方いらっしゃいます。ありがとうございますですよね、多分いろんな変化がこの話の中であったかなと思います。でこの後ありたい未来を広げるという時間を、過ごしていきたいと思うんですけれど、今度は皆さんテーブルにちょっとまた戻っていただいて、テーブルの皆さんでお話をいただければと思います。2053年に、まあ、社会とか世の中にグランパスがすごいインパクトを出します。確実。じゃあそのインパクトを出しているグランパスって一体どんなグランパスっていうようなお題をちょっと皆さんでお話しいただきたいと思います。大きいテーブルに用紙があると思うんですけれど、こちらにですね、ちょっとどなたか1本ペン持っていただいて丸を書いていただいてもよろしいですか。こんな感じ でやっていきたいのはですね、スタジアムの中の話とスタジアムの外の話っていうのを分けていただいて、大きさはどうか、スタジアムの中の話っていうのは例えばグランパスが国内3番取るとか ACL 取るとか
世界に出てくるみたいなサッカーについてのことをどん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 出していただければと思いますし、スタジアムソングっていうのは例えば街においてとか、まあ、海外だったりとか、もっと具体的に子供たちだったりとか、わかんないです、そんなことでも構いませんので、グランパスがこんなのだったらいいよねって思うような、皆さんが願うグランパスの姿をですね、キーワードでも構いませんので書いて、いやこれは中の話かな、外の話かなみたいな形で、広げていただくような、そんな進め方をできればと思ってます。あ、もうそういう感じでもみんな行くんですか。プレミアでのなんかユナイテッドとか、リーガのレアル、バルサ、あの J リーグを代表する、はい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 、いいですね。そういう感じに。やっぱそれ一緒じゃないの。あ、そうね。私また控えめなんですけど、常連、優勝常連。あ、でもここ3つ一緒だよ。これはね、いけますね。待ってる人はい。頑張ります。あの、僕の仕事になっちゃいます。頑張ります。スタジアム外も考えたいの。地域がどうなってたらいいんですか。地域の人たちが、なんかグランパスって、してどうなってたらいいですか。なんかまあ、強いよね、グランパスって強いよねって言われたくないですし。言われたいですね。割れた、割れた。まあ、いろいろ約30分ぐらい皆さんで話をしていただいたんですけど、まあ、いろんな、そうですね、未来の可能性が広がっているかなというふうに思います。ちょっと最後のパートもですね、未来を描くっていうところに移っていきたいと思います。皆さん今ちょっとテーブルにお一人1枚ずつこちらのシートをお配りさせていただきました。じゃあ自分はどんなそのグランパスの未来を作りたいんだっけっていうところを考えていただいて、まずはお一人で考えていただいて書いていただきます。でその後この会場50人の皆さんでこうやって歩きますで、あっ出てチーム作っていくみたいな感じで、思いを同じする方とチームを作るために、まずはご自身がこんなグランパスを作りたいっていったところですね。はい、じゃあ皆さん紙を持っていただいて、仲間作り、チーム作りよろしくお願いします。見えるように歩いてくださいね。あ、いいですね。はい、じゃあ旋回系ですね。あ、いいですね。どうですか、いいですね。メディクラブズ、ありがとうございます。すごい短い時間でチームができました。まず拍手でありがとうございます。ちょっとこの後の流れなんですけれど、ドンと皆さんが今つながったその思いをですね、ちょっとまた最初この後確認していただいて、で30年後2053年です。皆さんのチームメンバーが描く未来が全部実現したとします。ドン。でその実現したときに、やっぱ未来のグランパスが世の中でめちゃくちゃ話題だった。でその話題がなんとですね、メディアに取り上げられたっていうのを、今白紙の大きな壁あると思うんですけど、そこにちょっと表現していただきたいなと思います。一面を作る、そんなイメージです。とりあえず日付書きますか。あ、はい、誰かここに30年後だから、2053年後だから例えばここにビジュアルがあって、みたいな、ただで例えばこれなんかそれこそその街に愛されるじゃないですけど、なんか分からん、自分の意見を出すのもあれなんですけど、そのこれ、どこでも試合が見れたらいいのにみたいな感じで、なんか何月何日放送決定で全部のところで、もうチャンネルに合わせたら見れますよみたいな感じのニュースで落とせば、なんかよし、じゃあ頑張って日本経済新聞でここは。やっぱり経済ニュースだからです。11月29日9日、はい、土曜日。もう優勝も決まって、優勝最終戦で決めて、決めて。だいたい CL って2050年いつだ？CL 決勝でしたよ。2053年。CL 決勝でいつだ？CL 決勝でいつだ？
スタジアムに入れる人数っていうのは限られるけれども、それ以外のもっと多くの人が、まあ、日本オリンピックを応援するみたいな感じで、世界の人が日本の人がわーって喜んでくれるみたいなのは、スマイルブラッパス優勝パレードに並びそうだって感じ。そうそうそう、ちょっと会場してみて。皆さんがですね、前に皆さんのチーム分1枚ちょっと貼っていただいてもよろしいでしょうか。前に持ってきていただければと思います。で、各チームですね、1分間の速報みたいな感じで伝えていただければ、もう先に速報してあげるチーム。はいはいはい、始めましょう。どうですか、どうですか。ロシーさん、はい、はい、じゃあチームランパスでございます。はい、はい、もうね、すべてこれです。グラ CL 優勝、明日愛知は休日にという。ちなみに、主将はですね、サンティアゴ・ランゲラク35歳です。はい、神セーブ連発で世界一を掴んだと。ヘッドコーチ、サブコーチは愛知に恩返しができたというふうに語る永井ヘッドコーチと、泉コーチでございます。そして新聖地瑞穂が揺れる愛知県民50万人が歓喜ということでね、もうパブリックウィングで大いに揺らいだという中に、ヨーヨースケ完封までゴールと叫ぶ。はい、はい、ありがとうございます。デイリーグランパスが名古屋グランパスが優勝してパレードに758万人集まるということをお会いいたしました。で、そこで宇宙にまで響くちゃんと風が響いてます。はい、ラブグランパス速報です。C-Lab の優勝決定戦、本日開催、優勝して世界一愛されるクラブへというところで、世界から名古屋に人が集まってます。愛知県ウェブの速報です。クラブワールドカップ準決勝突破、100億人が世界中で観戦。決勝は相馬雄貴監督率いる AS ローマに決まりました。グラニュース、グランパスタウンに88万人が集結、J リーグ60年目の開幕戦勝利ということで、愛知県がグランパス県に変更、新愛知県知事稲垣尚氏の公約が実現しました。はい、皆さんありがとうございました。すごいですね。これやっぱよく言いますよね、想像できない未来って実現できないけど、想像したらあるかもって言ったところ、今聞くと本当にっていうのはあるかもしれないですけど、30年後ですからね、あるかもしれない。で、そういったことをこの訴訟から今日皆さんと一緒に始められたらなと思って、皆さんありがとうございました。こんなにすごい短い時間でこんなにも可能性あふれる未来の姿をありがとうございました。まずやっぱり皆さんもうグランパス愛がすごい高いなっていうのをすごく感じて、なんか私も好きだと思ってたんですけど、まだまだだなっていうのをちょっと実感したのがすごい強かったです。はい、同じような思いを持った方とかの話も、聞けたり、こちらからも話もできたし共有できたということも含めて、先ちょっと第2回も楽しみですね。はい、すごい皆さん盛り上がっていただいて、他のグループの発表もすごい面白いものがいっぱいあって盛り上がっていて、今日はとても楽しい一日になりました。ありがとうございます。いや、めっちゃみんなおもろいっすよね。あれ本当にランダムで集めたのかっていうぐらい、まあ、みんなやっぱこうアイデアもすごいし、まあでもやっぱ愛ゆえになんでしょうね。まあもう ぶっ飛んだのもありましたけど、まあ実際あ本当に会ってもいいんじゃないのってめっちゃあったし、すごい楽しかったです。初めて会ってお話しする人ばかりですけど、やっぱ一回ねこうやって一緒にミーティングとかすると。仲間意識でね、まあ、元々同じグランパスを応援しているファミリーってことだけど、まあ、よりこうできたから、本当になんかどん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 回を重ねるごとに盛り上がっていくんじゃないかっていう印象です。熱量を持ったこうお話ができているっていうのが、まあ、想像はしてたんですけど、想像以上の成果だったかなっていう、大事にしていきたいもの、
言葉、キーワード、そういったものっていうのを紡ぎ出していけれたら、その先のその思いをエンブレムに込めるというようなアプローチにしていけると思うので、ぜひ皆さんちょっと協力して、生み出していけたらと思ってます。はい、予想以上に皆さんすごくグランパスに対する期待だとか、こうなってほしいっていうものがすごくはっきりしてるので、なんかそこの期待に逆にグランパスしっかり応えていかなきゃいけないですし、それをこう一つ一つどうやって実現していくのかみたいな、逆に自分たちもっと頑張らないといけない、そういう気持ちになりました。そうですね、まさにこの思い、熱さみたいなものを2回3回4回とつなげていくことが大事だなと思ってますし、まあ、そのためにも僕たちも、まあ、あのソシオプロジェクトメンバーの皆さんに連絡もこうしていただき、していきながら、また次回の内容もこう伝えさせていただいて、先に少し考えていただく時間を持ったりとか、まあ、そうやってプロジェクトメンバースタッフも含めてですね、ずっとグランパスの未来をこう考え続けているような、そんなことができるといいなと思ってますので、まあ、それを事務局としてはしっかりとやっていかないといけないなと思っています。